なおチャンネル。はい、どうも皆さん、こんにちは。なおチャンネルのなおです。僕って、やっぱりね、皆さんね、見てる方はわかると思うんですけど、僕って本当にポケモンがめちゃめちゃ大好きなんですよ。で、ポケモンの中でね、やっぱりね、サトシとね、ピカチュウめちゃめちゃ大好きなんですよ。やっぱりもうサトシと言ったらもう、1997年からの、俺たちのヒーロー、もうちっちゃい頃から見てる。で、やっぱり、その、今の子供たちって、昔のサトシのポケモンとか知らない人多いと思う。なので今回ですね、サトシがゲットしたポケモン関東バージョンをね、お話ししたいと思います。イエーイ、わかりやすく話すよ。やっぱりサトシはもうマサラタウン出身ということで、まあ関東地方のポケモンをバンバンパーンとゲットしております。今日めちゃめちゃハイテンションなのでね、今から早速サトシのゲットしたポケモンをね、ご紹介したいと思います。ではそれでは早速ね、お話していきましょう。レッツゴー。ではね、早速ね、お話したいと思います。久しぶりのピカチュウの声、ピカチュウありがとうね。まずは1体目。これは皆さんもね、ご存知かと思います。まあ、ご存知じゃない方は絶対いないと思います。まず1体目はピカチュウ。ピカチュウ、そうなんですよ。もうピカチュウはもう、第1話からもう、ずっと出てる。サトシの時の相棒。相中には進化する。ずっとピカチュウっていう。もうピカチュウの声がめちゃめちゃ可愛いんですよ。で、2体目。バタフリーですね。バタフリーはですね、最初はね、キャタピーからゲットして、そっからトランスに進化して、バタフリーも進化したという。で、最後はバタフリーはですね、女性バタフリー、女性バタフリーって何やねんって話なんですけど、メスのバタフリーとね、恋に落ちて、それで別れたという。なんと3代目、3代目は、ピジョットです。ピジョット、イェーイ。最初はですね、野生のビジョンからゲットして、そっからね、最終的にはピジョットに進化したのですが、ビジョンとポップのね、群れを守るために、お別れをしてしまいました。それで、4体目は、不思議だねー。ダニダニダニーですね。不思議だねはですね、あの、隠れ家の出身で、隠れ家を守るために、まあ、その、不思議だねとは、まあ、その、いろいろとね、仲間がいたりしたんですけども、そこでサトシがね、いろんなポケモンとか守っているうちに、サトシの気持ちを分かり、それで、不思議なねをゲットして、で、不思議なねはですね、本当に上都地方までいましたね。上都地方の途中までサトシのポケモンの手持ちとしていました。もうめちゃめちゃ長いと思います。で、今現在はですね、大木戸博士の研究所でオサをしていると、オサっていうかその世話係をしています。続いては5体目はリザードンですね。もともとはね、人影からゲットしたんですよ。で、人影からリザードからリザードンに進化したんですよ。で、リザードンはね、やっぱり自分の実力で、ね、もっと強くなりたいということで、リザフィックバレーでね、修行して、そっからまた、関東地方に戻ってる。サトシのポケモンに戻ってる。いやー、リザードン、お帰り。次で、6体目はゼニガメです。ゼニガメですね。ゼニなんですけども、もともとはですね、もうゼニガメ不良団だったんですよ。で、やっぱりゼニガメ不良団で、もう、人なんて信用できないという感じでした。で、そこでやっぱり森がね、炎にバーンと燃えちゃって、で、ゼニガメたちがポンポンポーンと、もうあれですよ、ハイドロポンプとか水鉄砲でね、火を消して、そこでゼニガメ消防団というのを結成され、で、そのうちの一人がサトシをポケモンとして手持ちに戻りましたそのうちゼニガメ消防団からちょっと戻ってきてくれないかということで、サトシとお別れをしてしまいました。次、7体目ですね。7体目はキングラーですよ。キングラーはもともとはですね、クラブでゲットして、ちょっとね、手持ちで活躍したりとか、まあ博士の方にもう送られちゃったりとか、まあちょっとね、ばらつきがあったんですけども、リーグ戦ではね、キングラーに進化して、あれですね、勝利を収めたという経験もあります。キングラー久々に手持ち戻ってきてほしいな。それで8点目でございます。8点目はオコリザルですね。オコリザルはですね、もともとマンキーからゲットしました。で、マンキーからもう一瞬でオコリザルになって、で、オコリザルはですね、その格闘のチャンピオンと戦って、そのチャンピオンのもとで修行するという、本当にすぐ別れてしまったという、オコリザルも本当手持ちに戻ってきてほしい。それで、9体目でございます。9体目は、ベトベトンですね。ベトベトンはですね、もともと発電所にいらっしゃいましたね。で、ベトベターの、まあ、王者としてもやってたんですけども、もうそこからゲットして、今現在はもう、サトシの夏季、そして、博士の夏季も、いろんな人と懐いてしまいました。ベトベトン、本当に、すごい。続いては、10体目です。10体目は、ケンタロスですね。本当にサファリゾーンでめちゃめちゃ大量にゲットしちゃったんですよ。多分もうおそらくもう30体以上いると思うんですよ。もう、サトシはもう覚えているんですかね、30体。
誰がケンタロスで誰がケンタロスで、もう全員ケンタロスじゃないかいという話なんですけども、誰と一緒に長くいたのか、サトシなら分かる気がすると思うよ。それでは11体目でございます。11体目からはオレンジ動画がゲットされたポケモンです。11体目、なんとラープラスです。ラプラスはですね、もともとね、ラプラスの群れからはぐれて、で、そのはぐれてしまっていじめられてたんですよ。で、そこでサトシが救出する。いやもう本当にサトシめちゃめちゃヒーローやんって感じなんですけども。で、サトシはもう群れを探すために、ラプラスと一緒に旅をするという。で、ようやく群れと再会でき、そして、無事に帰ることができたという。で、しかもあれなんですよ。上都地方で再会したんですけども、めちゃめちゃでかくなりました。いや、ラプラスの成長めちゃめちゃすごすぎないかい。てかもうラプラスは本当にすごいポケモンだと思います。次はラスト12体目でございます。12体目はカビゴンです。カビゴン。本当にでかいよ、カビゴン。カビゴン本当めちゃめちゃ食うし、そしてもうめちゃめちゃ泳げるし、もうめちゃめちゃ強いから、もうカビゴン絶対勝てないと思う。で、やっぱり島がちょっと危ない状況だったので、そうしたらもうカビゴンをゲットするしかないということで、カビゴンをゲットしたんですが、もうカビゴンの眠りでゲットした瞬間にゲットだになっちゃいました。本当に不思議なゲットの仕方だったと思います。先ほど関東地方オレンジ諸島でゲットしたポケモン12体とおっしゃいましたが、分かれたポケモンですね、5体手持ち博士に送られたポケモンを含めると7体いらっしゃいますね。間違えたよ。分かれたポケモンですね、バタフリー、ピジョット、ゼニガメ、オコリザル、ラプラス。で、手持ち博士に送られたポケモンが、ピカチュウ、不思議だね、リザードン、キングラー、ベトベトン、ケンタロス、カビゴンという感じになりました。でも、サトシにとっては、別れたポケモンはずっと友達でいるということです。以上が関東地方オレンジ諸島でゲットしたポケモン12体でした。イエーイ！みんな、分かったかな？関東地方で12体ゲットしたってもう本当にすごいことですよ。しかも、あれなんですよ。関東地方で御三家全部取ってるんですよ。いやーもうこれがもうすごすぎるぜ。ゲームだったら絶対無理だよ。一時期あれでしたね。ファイアレッドかルビーグリーンどっちがやったかちょっとわかんないんですけども、もうサトシのポケモンめちゃめちゃゲットしたいという思いがあって、最初、確か、人影だったかな、人影選んで、交換して、で、また最初からにしてゼニガメゲットしてて、交換してっていうのがあったんで、いやー、もうほんと懐かしすぎるね。今現在、ポケモン GO ではもう、僕、サトシのポケモン関東地方、全部取ってるので、いやー、本当に夢叶っちゃった。何の話やねんって話なんですけど、やっぱりね、このポケモンがなんか続いているのは、やっぱりその関東地方が原点だったかなと思います。サトシとね、ピカチュウも本当にめちゃめちゃ仲がいいということで、もうサトシといろんなポケモンもやっぱりもう友情、愛情すごいなと思います。で、またいつか、あれですね、今度は上都地方のサトシをゲットしたポケモン、お話していきたいなと思います。そして、いずれはまた、あれ復活させたいですね。新大地方限定のポケモンしりとり。今度のポケモンしりとり、全部いってやる！ということで、今回はですね、サトシは関東地方でゲットしたポケモンをお話ししました。最後までご覧になっていただきありがとうございます。以上、なおチャンネルのなおとした。またいつかお会いしましょう。 See you! ポケモンゲットだぜ。決まった。皆さん、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、SNS のフォローよろしくお願いします。またいつかお会いしましょう。See you!